今日も元気にベルサガ実況をやっていこう。前回、無事に護衛任務を果たしたシノン歩兵団。つかの間の安息に浸るリースの元へ。謎の娘がやってきたぜ。このロゼリーという娘は、リースたちが騎士だとわかるや否や、姫様を助けてくださいと懇願してきた。全く話が見えないぜ。というわけで、リースとボードが根掘り葉掘り聞いた結果、姫様とはリアナ王国王女、アイギナのことで、ロゼリーはアイギナの次女だとわかった。リアナ王国は帝国との戦いで滅ぼされた国で、王族も全滅したはずだった。しかし、王女アイギナだけは密かに逃がされて、ロゼリーと一緒に逃亡の旅をしていた。しかし、つい先ほどアイギナたちは帝国兵と遭遇してしまった。アイギナたちには旅の途中で雇った傭兵がいた。その傭兵が奮闘して隙を作り、ロゼリーに助けを連れてこいと言って、彼女を送り出した。そしてロゼリーは、ナルビアに到着して、偶然出会ったリースに助けを求めたというわけだ。幸い、帝国兵はアイギナがリアナ王国の王女だと気づいていない。正体がバレる前に彼女を助け出してあげよう。一国の王女を放っておくことはできないからね。野郎ども、出撃の準備だ。と意気込んで傭兵ギルトを覗いたところ、そこには見覚えのある男が。このデリックってやつ、帝国軍第16部隊にいた重装兵じゃないか。150ディナールという良心的な価格を提示してきたけど、君敵兵だよね。亡命か、亡命したのか。まあ、今回は出撃枠がいっぱいなんで雇わないけどね。それじゃあシナリオ、王女と傭兵、をやっていこう。出撃枠が少なくて、人選に悩んだけど、シノン歩兵団が出てくるのはステージ後半からだよ。まずは王女アイギナと傭兵シェルパを操作するぜ。二人は一度帝国軍に捕まったけど、兵士が眠りこけている間に脱出したよ。このザル警備。マップ右下にロゼリーがいるから、そこまでアイギナを連れて行こう。夜のステージは洞窟同様に視界が制限されるよ。ここで城壁越しに旧兵が攻撃してきたぜ。城壁に遮られているのに、どうやって視認したんですかねー。ニュータイプかな。しかしアイギナが早速ピンチに。やでいられたというのに、まず暗がりについて文句を言う王女様。しかし、この暗がりは彼女たちに利点をもたらしていた。シェルパ曰く、視界に敵兵がいなければ、襲われることはないらしい。と言ったそばから敵兵が視界に入りましたね。アイギナはもうワンパンで倒れそうだから先に逃がすぜ。見張りの兵士がシェルパに襲いかかってきたよ。攻撃が当たったが、シェルパは反撃スキルを持っている。ダメージなどものともせず反撃するぜ。シェルパの一撃は重いね。あれ、なんか、3回攻撃したんだけど。シェルパの装備している王剣ブリムランガーは、3回攻撃ができる優れものだぜ。攻撃力も高いしチート武器ですやん。はい、あっという間に2人目を撃破。ちょっとシェルパさん、うちの部隊で働いてみませんか。労災、危険手当、年金は出ませんが、とってもアットホームな職場ですよ。とブラックな勧誘をしたところで、ロゼリーとの合流までカット。再会を喜ぶ二人。しかし、シノン歩兵団が登場する前に王女が助かってしまったな。ところが話は一転、アイギナは父の形見である、パラスリアナの魔導球を奪われていた。シノン歩兵団は帝国軍の拠点を襲撃して、パラスリアナの魔導球を取り戻すことになるぜ。仕事内容は王女の救出だったはずなのですが、もう達成しているのですが、リアルでやられると、ちょっとお客さん、そんな仕事見積もりに入れてませんよ、と絶対揉めるやつだな。貴族の育ちで世間に疎いリース君は、そんなことは気にせず部隊を派遣したよ。これ部下が割を食うやつだ。というわけでシノン歩兵団の、深夜の緊急業務が始まったよ。このステージは暗闇に覆われてわかりにくいが、敵兵が辺りを巡回しているぜ。視界に入ると襲ってくるよ。まあ、数はそれほど多くないんで、見つけた順にカッコ撃破していけば問題ないぜ。シェルパさんは非常に強力なユニットだけど、シノン歩兵団のレベル上げをしたいからあんまり使わないでおこう。お、敵がやってきたな。もう一人来たね。盾で防がれたけど、クレイマーのスキルコテで、相手の盾装備を解除できたよ。敵は崖の上にいるから、敵に攻撃できるユニットがいないぜ。クレイマーは崖登りができるから、崖の上でもスイスイ移動できるよ。
シロック3で攻撃するが、これは盾で防がれてしまったな。ベルウィッツァー側は本当に盾で攻撃が防がれやすいからね。盾持ちの相手に直接攻撃が通れば、それだけでラッキーって思ってしまうよ。おっと、シェルパさんでアイテムを回収しようとしたら、待ち伏せがいたぜ。しかし、どんどん敵の姿が明らかになってくるね。シェルパさんに敵が駆け寄ってきたよ。アイテムに釣られてのこの子やってきたバカと思ってそう。まあ、返り討ちにするんだけどね。まずは一人。三回攻撃が凶悪すぎる。シェルパ君、今ならシノン軍の副団長の地位を上げよう。君がいれば、同盟軍に救う諸悪の根源、バカロリコンとも正面から戦える。共に世界を変えないか。とまあ、勧誘をしている間に二人目も撃破。次は北からやってくる敵を片付けよう。ところで、ここってナルビア領のはずだよね。ロザリーが自分の足で首都にたどり着けたんだから、多分、ナルビア領だろう。なんで帝国兵がいるの？帝国は来たるべき決戦のために、ナルビア領に補給基地を作っているのだろう。帝国本土からナルビアまではかなりの距離がある。ナルビアを攻め落とすとなると、本土からの補給線が伸びきってしまい、スムーズな補給ができなくなってしまう。だから戦場から近い場所に補給基地を作って、物資を蓄えるつもりなんだろう。そんな好き勝手なことをさせておくなんて、同盟軍は領内の監視を怠っているのかな。トップがバカロリコンだから仕方ない。納得。無能のオーラがトップダウンで同盟軍に浸透しているんだろう。そんなオーラは嫌だ。おっと、巡回があらかた片付いたな。セネさん、お願いします。鍵が開いたぜ。ここのボスはレナックスっていうみたい。リナックスみたいな名前だな。しかし、こんな立派な拠点いつの間に作ったんだろうか。領内に敵兵が忍び込むのはまだわかるけど、これほどの建築物を作られるなんて。どうなっているんだ、帝国脅威のメカニズムってやつか。昔、同盟軍が使っていた拠点を利用してるんじゃないか。まあ、だとすると、戦時で、人、物、施設が少しでも欲しい時に、同盟軍は元からある施設を放置しているということになるがな。おのれ、この怠慢もバカロリコンの仕業か。バカロリコンの怠慢と、同盟軍の機能不全が分かったところで、最後の増量を撃破。あとはボスのレナックスだけだね。ちょうどクリスがレベルアップしたのでステータスを確認。はい、ステータスは上がらずに武器スキルが一つ上がっただけでした。いつもの。というか、レベルが上がってステータスが上がらないのって、普通に深刻だぞ。ステージが進むにつれて敵も強くなるだろうから、このままじゃ、初期ステータスに毛の生えた性能で強敵と戦わなきゃいけなくなるよ。こうなったら仕方ない。やるか、狩猟を。はい、というわけでシロックさんとクリスをこのように配置します。あとはひたすら弓で攻撃していくだけだぜ。敵にダメージは与えられなかったけど、弓スキルがアップ。これをひたすら繰り返していくぜ。単調な映像なので主要シーンはカット。主要の結果、シロックさんの弓スキルが1アップ、クリスの弓スキルが1アップしたよ。全然上がってないんだよな。武器の耐久や敵の体力のこともあるし、無限に上げられるものじゃないんだよ。ベルサガ世界には、楽の一文字は落ちていないぜ。狩猟も飽きたからそろそろとどめを刺そう。アイギナは精神集中というスキルを持っている。これは、魔法の攻撃力と命中率を上げてくれるスキルだぜ。それではアイギナの戦闘を見ていこう。命中率は100でダメージは6プラスアルファかける2。倒すには十分だね。ベルウィッツァーガの魔法使いは使っていると怖いな。なになに、そんなに強いの？いや、魔法使いも攻撃するとなると、前衛に出てこないといけない。そこを敵に狙われて、あっという間にやられてしまうかもしれないんだよ。ああ、怖いってそういう。魔法使いは耐久が神なんで、2回攻撃を受けたら確実にやられてしまう。最新の注意で操作する必要があるんだぜ。アーサー君で砦を制圧してステージクリア。シェルパがパラスリアナの魔導球を探し出してくれたぜ。最後にいいところだけ持っていくな。パラスリアナは一度の戦闘で4回攻撃できる風魔法だぜ。おお、なんて強力な魔法なんだ。と思っていた時期が、私にもありました。4回攻撃できるということで1発の威力は低め。
おまけに命中率も高くはなく、4回中、命中するのは1発か2発。というわけで、ごく普通の魔法攻撃と大差ないぜ。悲しみ。パラスリアナの活躍には、アイギスの精神集中が必須だぜ。ナルビアに到着したアイギナが、リースの元へやってきたぜ。アイギナはシノン歩兵団に加えてほしいとリースに頼む。王女が戦闘に参加することをリースは快く思わなかったが、彼女の熱意に押されて、その身を舞台で預かることにしたぜ。非常なベルウィック世界で、アイギナは生き延びることができるのだろうか。新たな仲間が加わったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。